はい、どうも、こちら今回また Life is Strange Before the Storm 続きからやっていこうかなと思います。前回レイチは、ェルが待ってるはず。はい、ごめんなさい。前回はそのレイチェルを病室に連れてきて、ちょっと病院の中を探索したんだよ。ドリューとかもいたからさ、ドリューとかもいたから、ドリューね、ドリューもいたから、ドリューの病室も覗いたりとかして、まあ、病院をちょっと探索してから、まあ、今回は行こうかと。レイチェルの病室に行こう。セーブ来るんかーい。セーブ来るかと思ったけど来るんかい。まあまあいいや。まあほぼ同じようなことしてるから。いや。ああ、レイチェル。パパ、ありがとう。元気ない。無事でよかった。痛いよ。すぐ良くなる。クロエだ。外にいようか。お父さん、気遣いやばいな、お前。うん、分かった。その気遣い好きあよ。りがとう。それじゃあまた後でな。腕細っ、頭ちっさ。守護天使様。そこに座んなよ、お前。おいおい、そこに座んじゃねえよ、バカ。気分はダメなら座っちゃ最悪。会いたかったよ。う。こっちも。レイチェル、ごめん。何が？私のせいだ。廃品置き場で何もできなかった。あ？違うよ。何もできなくて固まって、そのせいでレイチェルに怪我させて。命の恩人だよ。クロエが助けてくれたんだよ。レイチェルがいなくなったらもう無茶はする。いなくなったらとか余裕はんわ、こんなお前。こんなギリギリでさ、なんとか持ちこたえた人に対してさ、いなくなったらなんかそんな言えないよ。そんなマイナスすぎんじゃん、だって。そう、不安にもさせちゃうから、まあこっちでしょ。もう無茶はすんな。悲劇のヒロインは 顔色悪いもんもうな、無レイ理チだよ。ェル。明らかに。違くて、デイモンを殴るとか普通じゃないって。本当だよ。普通じゃないもん。 知ってたでしょ。100人いたら98人歯向かわないわ、あの状 況。そうだったな。やべえやつだもん、どう見ても。おじさん来てたんだ。うん、まだ許せないよ、パパのしたことは。でもやっぱすごく安心するんだよ。なるな、多分。この読みが大事よね。4時になるっていうのを分かってた上でこれだからな。読み。25分かな。多分入んないけどね。でも俺が聞こえてるってことは入るかもしんないってことか。気がして、フッドさんの時みたいに。一つお願いしていい？はい、なんすか。もちろん。私の本当のママセラー。 実感ないし、
正直まだ信じられないけど、でもやっぱり会ってみたいの。うん。何この、だと思ったか本気って。いやでもやっぱそのレイチェルを心配する、確かにだと思ったっていうのも、まあレイチェルはそういう子だよってクロエが分かってるっていうことを反映できるよ。確かにクロエらしさはある、そこには。ただ一方で本気っていう、あんだけ恐ろしいことがあったのになんでまだ会いたいのっていう、そういう気持ちもわかるよな。でも俺はどっちかっていうと、まあ、どっちもクロエっぽさはあるから、まあ、俺個人的にはこっちなんだよな。本気思ってるような人じゃないかもしれない。違う、そういうことじゃない。俺が言いたかったのは本気。まだこの町にいるかもわからないけど、間に合うならセラを探してほしいの。私に？本当に会いたいんだな。どうしても会いたい。はあ。なら探すよ。うん。必ず見つける。オッケー。セラの電話番号。はい、パパが知ってるはず。家の鍵はマットの下。メモしないと。書斎の暗証番号は0722。0722。書斎？おじさんのか。誕生日じゃないのこれ。誕生日。0722。私の。ちょっと。誕生日。パパ。ありきたり。絶対見つけるよ。見つけてレイチェルは最高だって教える。話通じるかな。でも無理すんなよ。おい、ありがとうクロエ、本当ありがとう。めっちゃ疲れてんじゃん、大丈夫か。死ぬなよお前。寝てんだよなお前、大丈夫だよな。おい、脈はあるな。おい、そんな急に寝るなよお前。おい、ビビるだろ。お、いるじゃん。よエリオット。クロエ、何持ってんの。あれ、その紙どうしたの。ちょっとな。結構突っ込まれるな。いいね、やっぱそのに似合う。お、いいね。ドタキャンして悪かった。可愛い風船久しぶり。可愛い風船が俺ずっと気になってるんだよそれ。ドタキャンして悪かった。あのそれも謝ることも大事だよな。普通に演劇見るのをドタキャンしたってことかな。そういうことだよな。あのドタキャンしたけど、まあ可愛い可愛いな風船、ちょっと気になるな。まあでも話の流れ的にまずはね、謝らないといけないから。テンペストドタキャンして悪かった。なんか急に出ることになっちゃってさ。いやいいよ、気にしてないから。でも何かあったの？気にしてんじゃん。まあな、いろいろあってさ、今はレイチェルの付き添い。え、レイチェル？なんで？言っちゃうな。詳しい、まあ、詳しいこと言えないよ。今はちょっと詳しいこと言えないけど、無事だから大丈夫。へえ。そっか。じゃあ僕もやるよ、ドリューの後で。今はそっとしといてあげて。そうだ、お前が来ても困るよ。ああそっか。そんなないでしょ、ね、お前話したことあんの。何かさ、トラブルに巻き込まれてる？相談してよ、僕は味方だ。
お。いや、何かあったら報告するにしようぜ、一応さ。ほらさ、ライフイズストレンジでもさ、あいつが助けに来てくれたわけよ、散々。名前なんだっけな、あいつ。ウォーレンか。ウォーレンが助けてきてくれたりとかしてたからさ、クソかっこよかったし。一応書き置いとこ。なんかあったら報告するよ。うん。今はレイチェルのそばにいてあげないと。クロエ、僕は心配だよ。何が？平気だ、本当に。でも最近レイチェル・アンバーにべったりじゃないか。だから僕としてはちょっと気になる。好きなんでしょ、ちょっと。てか見たか、見たな、そういえば前に。前にこいつの部屋行った時に見たな、そういえば。大丈夫だから、本当に何も心配ない。わかった、信じるよ。僕も頼ってよ。何か困ったこととかあったら。ああ。わ、結構ハンサムじゃん、でもこいつ。またな。まあ、馬は合いまたそうね。ではないけど。エリオット。そんな悲しい顔すんなよ、わかるけどさ。どうした？ああ。いや、重いなー。重いわ。あ、やばい、セーブしちゃったな。でも、ちょっと絶対短いもんな、今段階だったら。もう一セーブいけるかな、頑張って。でも、霧って、こっから20分ぐらい、あ、この家のやつを終わらせたら多分大丈夫かな。で、入るよ。扉開いてんだよ、お前。鍵閉めてから行けよ、パパとママ。親、鍵閉めてから行けよ。あ、入力してくれた。勝手に。あ、鍵はマットンしたってそういうことかな。マットン下のある鍵を取って入ったっていうとこから書いたのかな。書いたっていうか、その、始まったのかな。とりあえずセラと連絡を取った形跡がないか探してみよう。なんだこ町れ。のチンピラどもか。ああ。あ、いかつ。いかつい箱出たな。なんだこれ。なんだこれ。なにこれ。めちゃくちゃ資料じゃない、パでもソこコれ。ンとかその辺のファイルを調べてみるか。だからさ、ちゃんと直そうぜって。だから、これ出したままにしたらバレるでしょ。灰が降るんだ。ロスに雪降ってもおかしくないよな。え、じゃあ振ってみようかな、せっかくだし。ロマンチックならロマンチックに。すの、降りすぎやって。大雪だ。あ、ほんとだ。スノドン持ってたな、そういえば昔。今、どこ行ったかわかんねえけど、昔持ってたわ。フランクの情報？すっげえ気になるけど、今はレイチェルの母親が先だ。まあ、あの二人の間に何かあったっぽいしね、フランクと、その、ねえ、ベストパパ賞。ベストパパ賞？審査員にいくら払ったんだ？ベストパパ賞をもらえる一般人って何？ん？何？なんか、あ、潜んでるね。いいセンスしてるね。鍵か。ってことはどっかに何か隠してるね。おー、いい感じしてるね。何？ヒロみんなそうだ。クロエ今日は来てくれてありがとう。トリが頑張れってさ。
ありがとう、早く直してって伝えて。クロエ、何、君は何より強いよ。だといいな。どういうこと？鍵のかかった引き出しであるぞ、なんか鍵のかかった引き出しがあるぞ。シェルドンってどっかで聞いた名前だな。シェルドン、聞いたことないよ俺。シェルドンいっぱいあるな。ケンジのパソコン、別名秘密の塊。レイチェルをセラから守りたかったとしても、これはさすがにひどすぎないか。ジェームズ、もうやめて。公園でも私をレイジェルの人生に関わるつもりはないって言われて、もちろん怒りは感じた。でもあなたがあの子を守りたいことを理解している。親としてのあなたの使命だもん。でもあんな男をよこして分からせるだなんてひどい。脅迫だわ。モラルに欠けた行為よ。あんな男をよこしてってことは、あ、繋がってんのかな、もしかして。デイモンと、なんか金払ったりとかしてんのかな。あ、お酒がある。あ、落書き選べないの今回は。何書いた？書くな。そこには書くな。棚に書くなよお前。高い木で作ってるぞ多分これ。このチヤホヤされるのもケンジの仕事のうちってか。かっこいいなこの盾。盾っていうのかな。レイチェルの母親がジェームズに送ったメールだ。レイチェル、いろんなやつを調べてるな。スコット、じゃあ行きましょうか。開けちゃおうぜ。鍵あっさ刺したの。これは当たりか。なんかあれだね、靴箱みたいなやつ入れてんね全部。軽そうだけど。あ、携帯だ。手紙の束。全部セラからの手紙。ジェームズはレイチェルに渡してない。ひどすぎる。レイチェル、私はセラと言います。全部レイチェルなのこれ。愛する、ほんと全部レイチェルに書いてるわ。素敵なレイチェル。ごめん全部ちょっと長いから。この手紙を読む限り、昨日ジェームズが言ってたような人とは思えないけどな。あー、セラがね。家族を提出、アンバー様、私はレイチェル・アンバーのセラギアハートの代理人を務めるものです。はあ、え？セラ、ジェームズから届いた小切手、監禁するのやめてる。ジェームズはそんなこと言ってなかったぞ。ああ、そう、一応金あげてるって言ってたね、そういえば。金受け取ってないのか、まさか、セラ。めちゃくちゃいいやつじゃない、そしたらセラ。あの見た目だったけど。セラの評価変わるぞ、これ。だいぶ。秘密の携帯、誰とこそこそ話してんだ。セラのことかな。決定？なんだこれ。これ絶対あいつじゃない、これ絶対あいつだって。やから、ジェームズとデイモン、違って、戻って、違う、見たかったの、うん、これ見れると思ったの。これこのボタン押したらもう今進んじゃった、普通に。マジかよ、ごめん。これ何の話だ。デイモンの言ってる女ってセラか。わかんないけど、デイモンはセラの居場所を知ってるかもしれない。うん、やっぱデイモンと繋がってるよな。どうやって聞き出せばいい。ただじゃおか、ただじゃおかない。でもセラはどこだって聞いても多分聞かないもんな。あー、てか今送ってんのメール。怖っ。あ、これ進行形でメールしてんのまさか。やめてやめてやめて。俺の要求を読むか、お前の小さな問題が大きな問題発生するか。あ、いける。あ、ごめん、行った行った行った、ごめんごめん、戻れた。じゃあ見ようか。
私の問題解決に手を貸してくれるそうだな。ついに一線を越えるか話そう。今夜電話する。お前探してるやつを見つけた。で、これはボランティアじゃない。前に話した件を実行してもらおう。できない。できるさ。あの女と話したが、随分おしゃべりだな。直接手を下すしかないな。彼女を傷つけるな。大丈夫だ。優秀な部下に任せた。娘の具合はどうだ。先に襲ってきたのはあの子だぞ。行儀というものを教えてやった方がいい。あ、本当だね。メールしてるね。デイモンと。ただじゃおかないぞ。言っただろ。あの子が先に手を出した。正当防衛だ。それにお前はまだ俺のことが必要だろ。あー。証拠品なんて言おう。そっちが先だって。何これ。そっちが先だって、処分したって言えばいいんじゃない。じゃあ慣れてんとわかるが、物事には順序ってものから、まずは証拠を見せる。お前の勇気はその後だ。やばいよ。証拠品ってここにあんのかな。写真送らない限りセラの居場所は聞き出せそうにない。何証拠品って。もう一回携帯見せてよ。ちょっと全部セラジェームズから届いた小切手、監禁するのやめてる。ジェームズはそんなこと言ってなかった。なんか酒に照準当たってるね。また酒かよ。これさっき見てなかった気か。証拠品は処分したって。なんだこれ、出れんのかな。ああ、こんなのやりますか。てかゴミ箱あるじゃん。まあ処分したってそんな簡単なことじゃないと思うけど。あ、これは事件報告書。デイモミリックあるよ。デイモミリックを加害して投げた。あ、証拠品ってどれのことだ。適当に写真撮って送ってみるしかないのか。この部屋調べればその事件のことわかるかな。でもなんか出るってあるよ。出るって。デイモンガチで人を撃ったのか。やつならやるか。証拠品ってこれか。あいつ証拠品ってこれか。おお。あいつナイフ持ってたしな。いや、ナイフじゃないと思うよ。ナイフあるなら。テレビだとこういうのに DNA がべったりとくっついてんだけどな。これさ、他にあんのかな、ワンちゃん。じゃここでさ、なんか決めるのはちょっとなんか軽率じゃないな。ここの中にありそうだけどさ。あの写真撮るってこれしか出ないか。ってなるとあそこか。ちょっと怖いな。でもじゃあやってみようか。でもどれが怪しいだろう。失敗できんのかなこれ。証拠品、あのエビデンス書いてるかね。エビデンスって全部証拠ではあるな。ガチで人を撃ったのか。やつならやるか。ヒントないかな。イーライ・フォーかアニエツ原始者。手袋じゃないの。まだか。証拠見せたぞ。ああ、それを処分するんだ。そのくらいわかるだろ。すぐに取り掛かる。あ、成功したじゃん。でもどうやって手袋を始末するって、燃やせばいいってことか。え、ここで燃やすの。え、燃やすえ、燃やす。いや、俺この家で燃やしたくないって。お前来る、気をつけろよお前。家の中でやんねよマジで。お前来る。おい、火事ならない。大丈夫。やべ、窓には触んない方がいいな。
え？処分したよだな、よし。それで、証拠品を処分したところで、部下の誰が垂れ込んだのかも教えろ。お遊びは終わりだぞ。心当たりは、垂れ込みはいなかった。何それ、その知らんよ。まあ、ちょっと強気に言ってみるか。心当たりは。心当たりは、何これ心当たりは。何これ心当たりは。聞いてみるか。それを見つけるのが、まあそうだよな、ね、お前の仕事だ。誰なんか教える。お前の問題を自分だけで解決できるのは別だがな。くそ、誰がデイモンのことチクったか、どっかに情報あるかな。デイモンの手下に垂れ込み屋がいるってことだよな。この部屋に何か情報がないか調べて。時間が思ったり言ってんだよ、クロエ。クロエ、時間言ってんのよ、結構。どれだ？夕飯を作って待ってるよ。何時頃帰れそう？待たなくていい。クロエ、ただでさえ家族の時間が取れてないのよ。よかった、レイジェルも一緒にどう？大歓迎で。ママ、今夜は帰れない。ごめん。大丈夫、分かった、愛してる。私もだよ。ちょっとごめん、ここ多分終わんねえから、多分今からまだこれ15分ぐらいかかっちゃうから、多分ここぐらいで一旦切るわ。ごめん。じゃあ、あざした。